上皇山のしだれ桜は、神奈川県小田原市、入湯田地区に生育するしだれ桜の巨木である。この桜は、小田原藩主稲橋の菩提寺であった、小太史寺の敷地内に植えられていた。小太史寺は旅重なる火事で、大伽乱を喪失し、この桜と360段に及ぶ石段などがここに残された。しだれ桜の名木として知られ、 小田原市指定天然記念物や神奈川名木100、1000に選定されている。2008年箱根登山鉄道を入浦湯田の駅で降りて、上り勾配の道を15分から20分歩くと、一本の大きなしだれ桜の木が見えてくる。この木が長高山のしだれ桜で、推定の樹齢は300年以上という。2007年の時点においては、樹高は12.7メートル。 主観の村高は4.66メートル、根元周囲は8.0メートル、枝張りは東に10.3メートル、西に7.21メートル、南北にそれぞれ10.3メートル、9.3メートルを測る。樹形はよく整っていて、羽を広げた白鷺や髪を取る単調の姿に似ているなどと形容される。この桜が生育する場所には、かつて、小太志寺という寺院の仮覧があった。 勝府都市寺は大幕州に属し、三郷王長江山という。勝府都市寺は江戸時代初期に小田原藩の藩主を務めた稲葉氏一族の菩提寺であった。創建寺は小田原城の城下、東海道筋の山隅町にあったが、1669年に小田原藩第二代藩主稲葉正則が入り浦の地に移転した。海山は、 人間善師の下で修行に励んだ鉄牛同期で東西14町70馬、南北10十16県に及ぶ広大な境内に7、動画欄を備えた一大寺院となった。当時の小布都市寺について、オランダ召喚付の医師として、日本に滞在していたエンゲルベルト・ケンペルは1691年に、この寺院の前を通りかかり、江戸散布旅行日記で、 その高層さについて言及している。この桜は、勝布都市寺が入江ダの地へ移転してきた時に、庭園樹として植栽されたものと推定されている。勝布都市寺は、安政年間に火災にあって、大伽藍のほとんどを消失し、新院の記憶猛院が、勝布都市寺の事号を引き継いだ。唯一残っていた宗門も1915年に消失し、桜と360段に及ぶ石段、 稲橋一族の墓発揮と、海山、鉄牛和尚の寿等などの文化財が残され、跡地は、みかん畑に変じた。その後桜の周囲は整備され、史跡巡りのハイキングコースの一部としても知られるようになった。桜の巨木がほとんど存在しない、神奈川県下では、有数のしだれ桜の名木と評価され、1957年3月30日に、 小田原市の天然記念物に指定されたほか、1984年には神奈川名木百選に選定された。毎年3月下旬から4月上旬頃が見ごろで、花見時には多くの人々で賑わい、入り駅からは行列ができるほどである。1989年と1991年の二度にわたって樹木医が枯れの切除や根元の治療。 支中設置などを行っているが、受精の衰えが懸念されていた。そこで、住友林業が、クローン苗木の提供を申し出た。2003年から始まったクローン苗木の増殖は、原木の樹齢の古さによって、目の成長に時間がかかったり、効果的な培養液の調合を試みたりの苦労を、重ねた末に2009年に増殖に成功した。クローン苗木は、 小田原市内のおだわら子もの森公園や小布都市寺の境内に植栽されている。ABCDE 渡辺158ページ。ABCDEFGO 抜き128ページ。ABCDEFGHIJ 中型35ページ。a b 神奈川名簿百選一般社団法人日本樹木委会神奈川県支部ウェブサイト2013年3月10日。 閲覧。ABCD 調校時のしだれ桜神奈川名木、百戦一般社団法人日本樹木理会、神奈川県支部ウェブサイト、2013年3月10日、閲覧。強行直径、または強行集ともいい、立ち木と人が並んで立った時、人の胸の高さに当たる部分の直径を指す。日本の場合は、強行は1.2メートルの部分で測定する。 住宅用語大事典強行直径数も2013年3月10日、閲覧。建築用語強行直径建築情報 .net2013 年3月10日閲覧。AB 宮島、100から101ページ。ABCD 調工さん、商府都市寺小田原市公式ウェブサイト、2013年3月10日、閲覧。 abcdefgh i 称ふとしじのゆかりと長考さんの見どころ長考さん、小ふと寺、ウェブサイト、2013年3月10日閲覧。小田原の町名、氏名小田原市公式ウェブサイト、2013年3月10日、閲覧。abc 長考さん、小ふと寺のしだれ桜小田原市公式ウェブサイト、2013年3月10日、閲覧。 ABCD 長江さん、小太史寺、江戸時代から愛されるしだれ桜が、クローンで命継ぐ、小田原かなロコ2月18日19時0分配信2013年3月10日、閲覧。クローン桜を、小田原市に、寄贈2013年2月15日の、お知らせ、長江さん、小太史寺、ウェブサイト、2013年3月10日閲覧。ありがとうございます。